どうも皆さん、こんにちは。簡単ウクレレ教室ガズレレのガズでございます。今回もまたこの小さなウクレレを使いまして、いろいろな曲に挑戦してみましょう。さあ、今回は洋楽。しかも、ヴィンテージ洋楽ですよ。ザ・ビーチボーイズのサーフィン USA。 こちらの曲をこのちっちゃいウクレレで。サーフィン USA ですよ。似合いますよ、きっとこれウクレレに。はい。いつものように2バージョンやります。最初のバージョンは初心者様でもなるべく簡単にできるようにした。簡単バージョン、コード3つやった。 C と F と G7。 これはね、ノリノリロックンロールですよ。これはいいですよ。はい。後半はですね、なんとあのめっちゃかっちょいいイントロもやりますよ。これです。やりたいじゃん。これ後でレクチャーしますからね。かっこいいバージョン、いろんなかっこいい要素、ま、もうたっぷりです。2バージョン最後までご覧になってください。さあ、憧れの曲、あの洋楽も弾いて歌えますよ、弾き語りで。ぜひ皆さんやってください。で、音楽は大好きだけど楽器は苦手だな、やったことない、無理無理というそこのあなた、ウクレレさん、できます。ウクレレならできます。簡単なんですよ。弦も4つしかないし、押さえるところで簡単なんですよね。あとちっちゃいからいつも触ってられるっていうのがいいんですよ。ぜひ皆さん始めてみてください。今ご覧になっているガズレレ YouTube チャンネルを見ているだけでどんどん音楽が楽しくできるようになります。もうちょっとしたらここら辺にリンクを貼り付けますが、このリンク先の初心者レッスンここというところにピョンとジャンプしていただいて、リンクかかってますからね。数字の1から順番に動画を見ながらウクレレ触ってるだけで、あれ私もうできちゃってんじゃんってもうすぐなりますから、はい、ぜひ始めましょう。 YouTube ですから、これはいつでもどこでもスマホでね、ほんのちょっと5分でも空いたらこれとスマホ見ながら練習する。しかも YouTube 無料ですからね。ぜひ皆さん始めてみてください。じゃあリンクありますよ。初心者レッスンここ行ってらっしゃい。クリック、行ってらっしゃい。そこには私が今まで取りためたありとあらゆる音楽がウクレレで簡単にできるようにしたウクレレレッスン動画、もう700曲以上アップロードされておりますからね。あらゆるジャンルです。今日みたいな洋楽はもちろんでしょう。最新 J-POP から夏メロから昭和歌謡曲からハワイアンソングもいっぱいあります。映画音楽、アニメソング、もうあらゆる音楽をもう日々、簡単レッスン動画でアップロードしていますからね。さっきのリンク先の下の方に行くと検索できたりジャンルボックスから探せるようになってるんで、ぜひお気に入りどんどん探して音楽やりましょう。では行きますよ。サーフィン USA、The Beach Boys、1963年のあの名曲。まずはシンプル簡単バージョンの方からやってみます。1、2、1。デレレテレレレレレレレ If everybody had an ocean across the USA Then everybody be surfing Look California, yeah You see the world in the burgies Well, let's send out to I believe the river in the head Surfing USA Venture County Line Santa Cruz and Tresor Australia's middle of Pim All over the Manhattan And out of anyway Everybody's gonna surfing Surfing USA Everybody's gonna surfing Surfing USA Surfing U.S. Surfing USA The Beach Boys ガズレレ流暢シンプル簡単バージョン、ショートカットバージョンでお届けしました。これはですね、本来もうちょっと長いんですけど、これパターンずっと一緒ですから、フルでやりたい方、3番、4番みたいなとこ、歌詞書き出してやるとできますからね。これはコード3つです。C と F と G7。この上ないシンプルなロックンロールナンバー。これは夏、ビーチに似合うやつですから、ぜひ皆さんやってみてください。はい。で、洋楽の場合はですね、この私は歌詞カードを書き出して、そこにこうコードを、当てはめていくっていうのをよくやってるんで、まあ皆さん、もし参考になればこれメモってくださいね。はい。これ見てください。ほら。英語が難しいところはもうカタカナとかで、こう自分がわかりやすいようにいろいろ書いてますから。はい。こんなの参考にしていただいて、まずは1番のところ。はい。
コードが変わるため、テロップと見合わせてもらった方がいいかもしれないですね。でこれが2番のところですね。ここが、要はここが止まってるところ、こう書いてあるけど、ブレイク入り。で、エレビバリアルオーシャン、止まる。これいちいち止まるところがここです。ここは止まらないところ、疾走感満載のところです。ここ疾走感って書いてあるね。はい。2番やって。で、最後、ここ、Everybody Go Surfing を繰り返して終わったという、ガゼレレ中、ウルトラ簡単バージョン、シンプル、ショートカットバージョンでございました。ということでございます。はい。これはつまり、英語のところがやっぱりちょっと歌い回しがね、やっぱ英語ですから、ちょっと簡単ではないと思いますけど、あの雰囲気、なかなかやっぱりいいです。63年ですから、60年代のあのムード、いいですよね。はい。で、出てくるコードはさっきから何回も言ってるんですけど、C と F と G7 です。これはもうね、ウクレレ始めたらもうその日のうちに習う3つのコードなんですけど、ちょっとこれ変なの書いてあるでしょ。後でこれ解説しますけど、一応この C と F と G7 という3つのコードです。はい。今日は深掘りはやめときましょう。 C というコードはここ1個だけ、 F というコードはこことここをこう2個立てて押さえる、 G7 というのコードはこことこことここをこんな感じで三角形で押さえるというふうに、この3つの入門コードでこの曲やります。やった。ただし英語ですからね、ちょっと歌が難しいかもしれません。はい。でですね、今日はこっからもかっこいいバージョンの解説にドンと入っていきますよ。まずかっこいいバージョンでやりたいのはですね、このリズムです。ちょっと聞いててくださいね。 Everybody had an ocean across the USA。 ねん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 、かっこいいでしょ。ねね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 、かっこよくないですか。これロカビリービート、ロカビリーっていう風に私は命名してますけど、ここでさっきのこのコード表が出てくるわけですよ。まずちょっとこれアップにして見てもらいましょう。これよく見てくださいね。 C って書いてあるところに白丸書いてあるでしょ。白丸 G7 のところにもここ白丸書いてある。 F のところにもここ白丸がよく見ると書いてあるでしょ。はい、ここ見て。黒は普通のコードです。例えば G7 とか F とか、これ押さえたまんま白丸のところを行ったり来たりって書いてある。白丸を押さえたり離したりなんですよ。ここ見てください。ドドダドドドダドドドダド、この白丸の時にここの白丸を押さえてくださいということです。まず C から行ってみようか。ここは3弦の2フレットです。まあ、白丸が。そうそう、こうなります。C ってここでしょ。白丸の位置がここなんですよ。ここ、ここ。だから、時はこう。分かった？面白いでしょ。ロックンロールというかロカビリーというか。次、G7 の時、1弦の3フレットに白丸がついてる。 G7 を押さえて、ここが白丸ですからね。そうするとこんな感じになります。はい、いいでしょこれ。はい。で最後 F ね。 F は2弦の3フレットに白丸がついてますね。F はこことここでしょ。だからここですね。ここここね、見える、ここよ、ここで。はい、これをロカビリービートやってみようと。これ要は全部弾くんだよ。はい。 G7 は F は、はい、こんな感じでロカビリービートでいこうと思います。ドダダ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 、このダの時に白丸です。どのコードも。これかっこよく決めてみましょう。ロックンロール、こうね、モンキーダンスしちゃいたくなるような、そんなノリが出せると思う。まずこれがいって、あとイントロ、これねやりたいです。ちょっと聞いててね。これいきましょう。これ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 はね、面白い。一応ですけど、書きました。これ、書いたんで見てもらいたいです。これタブ譜といって、こっからこう時間がこう流れていくやつなんですけど、ここいっぱい書いてあるように思うけど、結構シンプルですよ。よく見てください。ここ1弦2弦3300でしょ。ここで5が1弦の5、あとここに2弦の5に5が入る。これをこのまんまメモってトライするとできるようになります。ちょっとこれスキャンしてこの辺貼っときますね。ちょっとやってみましょうか。最初3弦の0、次2弦の0、その次2弦の3を押さえたら、次はですね、こうやって2つ押さえちゃうんですよ。1弦と2弦の3フレット、
で、ここで、ダーダーダー、五、一弦の五。てーてーてー、ダーダーダー、五。一回五押さえて、ダーダーって二回弾いたら、今度、二弦の五だけ。じゃ、最初からやります。でたた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 た。ペペペペペペね。こんな感じ。もう一回いこうか。If everybody had a ocean ってなっていきます。止まる。口で言うと、でん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 こんな感じです。はい。これ見ながら、ちょっと特訓してみてください。このイントロ入るだけで、だいぶビーチボーイズの雰囲気が出ますからね。やってみてください。あとは全体的にはもうほんとカラッと晴れたもうカリフォルニアのビーチでサーフィンに行くぜみたいな、そのボーイズ感が出ると、かわいいと思うんですけどね。これは、なんか海とウクレレ合うと思いますよ、私は。ぜひ皆さん今年の夏はこれ決めましょう。それじゃあ行きましょう。ガズレレ流サーフィン流 USA かっこいいバージョンやってみる。ワン、ツー、ワン、ツー。 If everybody had an ocean across the USA, then everybody be surfing the California. You sing it well in the birdies, we'll let you sound out tooA boozy boozy brown head, surfing USA. You catch yourself in that teller, then you're a county line. Sounds cool on tracer, or so is it laughing. All on the Manhattan, I got a handy way. Everybody's gonna surfing USA.Surfing USA. せーの、じゃじゃん。Surfing USA ガズレレ流かっこいいバージョンやってみました。ロックンロール、ロックンロールですよ。かっこいいですよ、このロカビリーのこのモンキーダンスみたいな。このノリはね、やっぱ失速。で、ここでブレイクが前半入るじゃないですか。あそこでもこうテンションをこう継続するっていうかね。ね、この空間でこの言葉のリズムがやっぱり大事になりますからね。言葉のリズム、ストンストンとこうはめていきます。それでこうね、みんなのこう腰を揺らすみたいな感じでやるといいと思うんですけど。はい。ビーチで弾きたいっす。やってください、皆さん今年の夏は。はい。よろしくお願いします。ありがとうございました。ウクレレ楽しいなという方、周りの方にどんどん教えてあげてください。チャンネル登録もしていただけると嬉しいです。ありがとうございます。ガズレレではいろんなことやってます。イベント情報、本もいろいろ出してる。このウクレレクラウドファンディング、今、開催中と。いろんな情報、この後ちょっと、動画ひっつけときますんで、ご興味ある方、ぜひともご覧になってください。今日は見ていただいてどうもありがとうございました。それでは、ご紹介動画。ご覧ください。どうぞ、本日大ニュース。チャンネル登録6万名様突破しました。6万名様の方のチャンネル登録いただきました。大感謝です。もっとどんどん進みましょう。ありがとうございます。はい。いろんなイベント、ドン!ザーッとこう、並んでますけど、山梨行って、仙台行って、山形行って、もうまだ続いていきます。フォローお願いいたします。これ全部ね、イオンホール、島原楽器さんのこう、イベントにしていただいて、でっかく盛り上げていこうと思ってますので、皆さん、お一人様でも大歓迎ですんで、どしどし来てください。そして、このウクレレのクラウドファンディング今やってるんですけども、初日でありがたいことで目標金額は達成したんですけど、まだ継続中です。そして皆さん気づきましたかね、今日これおろしたてなんですよ。見て。ピックアップ付きのウクレレでやりました。このピックアップ付きのソプラノウクレレのこのレビューっていうかも、いずれ近々紹介したいと思いますけど、これでもうナイスなサウンドです。やっぱりもう、木材天然物の一枚板を使った職人さん手作りなんですごくいいです。クラウドファンディングの状況も、情報も、ホームページ、ホームページのリンク貼ってる方、ガズレレ.com。はい。
ここにホームページのリンク貼っときますよ。ホームページ見たら大体のこと書いてますんで、お願いいたします。あと本をいろいろ出してるんですけど、一番新しい最新刊はこちらです。ドン、リットミュージック社から出ている100曲入りのガズのソングブック、これめちゃくちゃ今バカ売れ中でございます。ありがとうございます。すげえ簡単ですんで、本当にお気軽に100曲スラスラできます。よろしくお願いいたします。はい、どんどん音楽楽しみましょう。音楽聴くよりやる方が最高。これに共感してくださる方今増えてます。皆さんもそのうちの一人だと思うんですけど、この調子でどんどん行きましょう。ありがとうございます。見ていただいてありがとうございました。それではまた会いましょう。さよなら、バイバイ、またね、チャオ。